それでも。 まだ子のことを快く思わない者も,もいるだろう証明しなければならないこれからよっ目覚めたかお前ここに移動してぐっすり眠っちまってさ 全然起きねえしみんなが心配するしで仕方ねえから俺がずっと見張ってたんだぜ大方気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけどまあそうだよなはあどうしたんだよちょっと頭がぼーっとしてて記憶がおぼろげというか何をのんきな。 あれだけのことをやっといてこの感じこいつ本当にずぶといな俺は胃が痛くて仕方なかったってのにナタグモ山の任務が終わってそうだ俺は やてめえ、やいいつまで寝てんださっさと起きねえか <laughs> 柱の前だぞなんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが地味な野郎だなおいうむ、これからこの少年の裁判を行うとなるほど 鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟愛けなげだわななんだこの人たちまだ口を挟むなバゲロ郎誰の前にいると思ってんだ柱の前だぞ柱柱ってなんだ何のことだこの人たちは誰なんだ ここはどこだここは鬼察隊の本部ですあなたは今から裁判を受けるのですよかまど炭治郎君裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし裁判の必要などないだろう 鬼をかばうなど明らかな対立違反我らのみで対処可能鬼もろとも斬首するならば俺が派手に首を切ってやろう誰よりも派手な血吹きを見せてやるぜもう派手派手だ、えー、こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ、苦しいわ ああ、なんというみすぼらしい子供だかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんて言うんだっけ禰豆子禰豆子お前柱が話をしているのにどこを見ているこのお方たちは 鬼殺隊の中でも最も位の高い九名の剣士だぞ柱おいネツコネツコどこだネツコ善逸猪瀬村田さんそんなことより富岡はどうするのかね 拘束もしてないさまに俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶明の話によると対立違反は富岡も同じだろうどう処分するどう責任を取らせるどんな目に遭わせてやろうかく いいいじゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょうそれよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ俺のせいで富岡さんまでかまど炭治郎君なぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですかゆっくりで大丈夫ですから話してください 俺の俺の妹 <laughs> 水を飲んだ方がいいですね顎を痛めていますからゆっくり飲んでください鎮痛薬が入っているため楽になります怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよではかまど炭治郎君鬼は俺の妹なんです 俺が家を留守にしている時に襲われ帰ったらみんな死んでいて妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしませんくだらない猛言を吐き散らすなそもそも身内ならかばって当たり前言うこと全て信用できない俺は信用しない聞いてください 俺は禰豆子を治すために剣士になったんです禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことでその間禰豆子は人を食ったりしてない話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが人を食ってないことこれからも食わないこと口先だけでなくド派手に証明してみせろあのー、でも疑問があるんですけど親方様が このことを把握してないとは思えないです勝手に処分しちゃっていいんでしょうかいらっしゃるまでとりあえず待った方が妹妹は俺と一緒に戦います鬼殺隊として人を守るために戦えるんですだからおいおいなんだか面白いことになってるな 鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい？あ<っ>一体全体どういうつもりだ？シナズカワさん、また傷が増えて素敵だわ。鬼がなんだって坊主？鬼殺隊として人を守るために戦える？ そんなことはなありえねえんだよ、バカが俺の妹を傷つける奴は、柱だろうがなんだろうが許さない <laughs> そうかい、よかったなやめろ、もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ親方様の よく来たね私のかわいい子供たち<あ>おはようみんな今日はとてもいい天気だね空は青いのかな顔ぶれが変わらずに半年に一度の中号会議を迎えられたことうれしく思うよ 傷、いや病気かこの人が親方様親方様柱禰豆子禰豆子はは 妹ならそこにいるだろうずっと眠ってるよまあいろいろあったからなそそうかそうだったはあお前まだ寝ぼけてるみたいだなちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよこの長屋敷の中ならどこも安全だろうしそれに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた 起きたことみんなに伝えとくからなお前もみんなに顔を合わせたら挨拶しとけよあのありがとうございましたおおうさっさと回復させろよ挨拶 そうだなみんなに心配をかけたようだし行こう蝶屋敷忍さんの屋敷任務で負った怪我を治すためにここに連れてこられたんだったなちゃんと起きたことを自分の口で報告しとかないと。 嗯，啊。<sighs> <ん>お目覚めになりましたかあはいお世話になってすみませんここは任務で傷ついた方を治療する場所私たちがお世話をするのは当然です 謝る必要はありませんそれじゃあ,ありがとうございます目が覚めたといっても体が元に戻ったわけではありません今後のためにももうしばらくはしっかり休息をとるようにしてくださいいいですねはい頑張ります本当にこの人が厨房会議で大騒ぎしたのでしょうか よしわ炭治郎さんが起きてる隠しの方が言ってた通りだよかった ありがとう。心配かけてごめん。炭治郎さん、傷は大丈夫ですか傷は…うん、大丈夫。もう痛くないよ。それは何よりです。だからって激しい運動をしたらダメですよ。しのぶ様に怒られてしまいます。うん。しばらくはおとなしくしてるよ。 みんなに挨拶しないとあ、善逸、伊之助ああ、炭治郎起きて早々元気そうだなお前二人とも こんなところで何してるんだ何って、日向ぼっこだよ特にやることないし、日之助もこんなだし弱くて、ごめんねそ、そうかあ、そうだ、お前さ、親方様って人に会ったんだろう。どうだったどんな人だった主に見た目もしかして、すごい美人だったんじゃないだろうな お館様は男だぞこの会話は終わりなふ 前の任務では富岡さんにまた助けられたないつかお礼を言わないと。 皆の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね鬼殺隊員も増やさなければならないが皆の意見を今回のナタグモ山ではっきりした大使の質が信じられないほど落ちている。 ほとんど使えないまず育ての目が節穴だ使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろうに人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです今は随分時代も様変わりしていますし愛する者を残殺され入隊した者 代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外にそれらの者たちと並ぶもしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だそれにしてもあの少年は入隊後間もなく十二気づきと遭遇しているとは引く力が強いように感じるなかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだそうだね しかし加減の碁が大きく動いたということは中蜘山近辺に無残はいないのだろうね浅草もそうだが隠したいものがあると無残は騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから何とももどかしいねしかし鬼どもは今も 濃々と人を喰らい力をつけ生きながらえている死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ今ここにいる柱は戦国の時代始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている渦井天元煉獄京授郎

屋敷に来て数日が経ち体が順調に回復した頃虫柱の忍さんがにっこり笑ってこう言った「そろそろ機能回復訓練に入りましょうか」「機能回復訓練」この時は一体何のことだかわからなかったけど。 これがきつかった、本当に、もう心をえぐられるほど涙が出るほど痛い柔軟をやってその次は指導役の葵井さんと同期のかな音2人との全身訓練反射訓練それを何度も何度も何度もずーっとやり続けた。 でも、全然勝てなかった特にカナオは本当に強い <noise> 心の折れた善逸と伊之助は訓練に来なくなってしまってでも不器用な俺はとにかく頑張ることしかできないそんな時キヨちゃんたちが助言をくれたんだ なるそれは全集中・常駐という全く俺の知識にないものだった全集中の呼吸を常に行うというとんでもないものだそれができなければカナオには勝てないだろう身につけるには。 大きな氷炭を割れるほどの肺活量が必要だ。やるべきことは分かったあとは頑張るだけだ努力努力少しずつでも前に進め俺は頑張ることしかできないそれから何日もかけて少しずつコツをつかみ全集中の呼吸を続けられるようになってきた。 そしてさらに時が経って一つの区切りとして俺は氷ょ割に挑戦することにしたこれまでの努力が試される時だきっといや絶対にできる あの調子がいい体が全集中をやっている状態に慣れてきたんだやってみよう氷ょ割りをはあもういない善逸たちはいつになったら訓練に戻るんだ 談割りは室内でやるより中庭でやったほうがいいなおはようございますあっおはようございます忍さんこれから訓練ですか いえ訓練の前に常駐の修行の成果を試すためにひょうたん割りをやろうと思ってますなるほどうんじっと見つめられると少し照れるな今の君なら良い結果が出るかもしれませんね本当ですかよしよしかまどくんはいあの時も言いましたが 頑張ってくださいね。君には期待していますよはい俺、頑張りますよ炭治郎善逸お前そろそろ訓練に戻ってこないかみんな待ってるぞ心配してるぞ訓練 ああ、あれはもう終わったことだ女の子にお近づきになれるのは大きな利点だったけどかなおちゃんに全く触れられないしなま俺にしてはよくやったようんそういえば伊之助は一緒じゃないのか伊之助なら裏山で遊んでるよさて俺も遊びに出かけるかな今日はどこでブラブラしようかな <laughs> 楽しいな ダメだ。こうなったら早く訓練を終わらせて俺が2人にコツを教えてあげよう。 よし今日こそ終わるぞあのさおはようございます,いますあれみんなどうしたの たん割りに挑戦するんじゃないかって思って私達待ってたんですすすごいなよく俺がやろうとしたことを分かったね毎日炭治郎さんを見ていれば気づきますよ俺ってそんなに単純なんだろうかいやでも3人が見守ってくれるのはありがたいし嬉しいなうんありがとうそれじゃあ早速 氷炭割りに挑戦だ炭治郎さん頑張ってください応援してます硬い氷ょに息を吹き込んで割る初めて聞いた時はそんなの無理だと思ったけど全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど基礎体力が上がるんだって分かった今の俺なら よしやるぞ <noise> 頑張ってください

翌日俺は早速道場に向かいカナオ相手に全身訓練に挑んだ相変わらずカナオはとてもすごく素早かったけど全集中の呼吸常駐を得得した俺はなんとかカナオを捕らえることができたこれで残すは反射訓練お茶かけ勝負だけだ mm -hmm. よし。 よろしいですかはいわかりましたこんにちはかしこまりましたこの前まではまるで相手にならなかったけど今日こそは勝つ

上中をえ得,得したおかげだもっともっと反射速度を出せれば素晴らしい成長ぶりですねこんにちはかしこまりました。 この前まではまるで相手にならなかったけど今日こそは勝つお願いします絶対に勝つぞお願いします。 頑張ってカナを相手にここまでできるなんて常駐を得得したおかげだもっともっと反射速度を出せれば 鬼勝なんてお見事ですありがとうございますあっ善逸伊之助ヤバいこのままだと紋次郎に差をつけられちまう炭治郎君が得得したのは全集中・常中という技ですんえ 全集中の呼吸を四六時中やり続けることにより基礎体力が飛躍的に上がりますこれはまあ基本の技というか小的な技術なのでできて当然ですけれども得得するには相当な努力が必要ですよねまあできて当然ですけれども伊之 <laughs> 助くんなら簡単かと思っていたのですができないんですか まあできて当然ですけれど仕方ないですできないならしょうがないしょうがないはあできるっつうの当然になめるんじゃねえやへっ頑張ってください善逸くん一番応援していますよはっ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  善逸と伊之助はあれから火のついたように訓練を繰り返しあっという間にコツをつかんだようで全集中・常駐を得得した二人は全身訓練も反射訓練もすぐに終わらせてしまったこれで三人揃って訓練が完了した長かったでもとても力をつけることができたそして 問題なさそうですね診察は以上です体はもう大丈夫ですから安心して任務に邁進してくださいじゃあ訓練はもうはいあとは実践あるのみですはいあそうだ忍さん一つ聞きたいことがあって何でしょう日の上神楽って聞いたことはありますかありませんえあっじ じゃあじゃあ火の呼吸とかありませんひじ実は俺の子供の頃の話になるんですがふんふんなるほどなぜかかまどくんのお父さんは火の呼吸を使っていた私で分かることは 炎の呼吸はありますが火の呼吸ではないということえ同じではないんですか私も思才は分からなくてごめんなさいねただそのあたりの呼び方について厳しいのですよ炎の呼吸を火の呼吸と呼んではならない詳しいことは鉛柱の煉獄さんに尋ねてみるといいかもしれませんカラスにお願いしましょう ありがとうございます煉獄さんにいろいろと聞いてみますでは失礼しますかまどくんはい期待していますねはいよし行こう Mm-hmm. ん,んこれはこれは Huh? ほわほわみんな俺と別れるのがさしいんだね俺だけ残ってもいいよ善一さんは少し女の子に対して気遣いや節度を覚えてくださいね、うん、はいホワホワするでもちょっとは俺がいなくなって悲しいでしょ悲しくありません炭治郎さん 体を大切にしてください無理をなさらないよういっぱい鬼を倒してくださいうん今までありがとうじゃあみんな行ってきます 無限列車の任務には炭治郎たちに行ってもらうことにしたよかまどくんはまっすぐで努力し積み重ねることができますそれによる伸びしろは期待以上のものでしたそして何より彼には鬼物児を倒すというはっきりとした目的がありますそれについては私も同じ意見だあと 君のお父さんが火の呼吸を使っていたと本人から聞きましたほう現状ではまだ力不足であることは否めませんが縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうかそうだね鬼になっても人を食わない妹のことや鬼仏寺との遭遇について考えてみても。 炭治郎はそういった星のもとに生まれた子なのかもしれないゲームオーゲームオー